シモヌシニョレはフランスの女優。フィルムノワールのヒロイン、また、娼婦役で強い印象を残した。ドイツビースバーデンにて生まれる。パリで育ち、英語やラテン語の先生、またタイピストとして働いていた。ナチによるフランス統治の間は父親がユダヤ人であるということを隠して働いていたという。家族を援助するため、 また演技に興味を持ったために1942年からエキストラとして映画に出演し始めた。1947年、シュザンヌ・ビアンケッティ賞を受賞し、1959年の年上の女でアカデミー主演女優賞とカンヌ国際映画祭女優賞をダブル受賞した。1947年に映画監督イブ・アレグレと結婚し、 長女で女優のイザベル・アレグレを設けたが2年後に離婚。1951年にイブ・モンタンと再婚。1960年、二人はマリリン・モンローとアーサー・ミラーが住んでいたビバリー・ヒルズのホテルに滞在し、モンタンとマリリン・モンローの関係が不倫に発展したこともあったが、二人は彼女の死まで一緒であった。戦後、フランス共産党党員として多くのデモや活動に、 夫イブと参加。社会問題に関心の深い一面があった。50代に入る頃から実年齢以上の不契約を演じることが多かった。ありがとうございます。